総務局長でございます。私からは1項目目の住民投票条例について、そして2項目目の生活保護行政についての1点目のご質問に順次お答え申し上げます。まずご質問1項目目、議案第5号、明石市住民投票条例制定のことについての1点目、検討委員会の答申についての認識でございますけれども、住民投票条例は平成22年4月に施行されました明石市自治基本条例第14条第1項におきまして、将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項について、住民が市長に対して住民投票の実施を請求したときは、市長は住民投票を実施しなければならないと規定されてございます。また、同条第3項には、住民投票の発議要件、請求手続き、投票に付すべき事項、投票の資格要件、実施に関する手続き、その他必要な事項については別に条例で定めると規定されているところでございます。市といたしましては、この規定を受けまして、平成25年8月に市議会のご承認を得て、市長の付属機関として、明石市住民投票条例検討委員会を設置し、住民投票に付すことができる事項や投票資格者、住民投票の形式など、住民投票の実施に必要となる事項についてご検討をいただいたところでございます。そして、平成26年10月に答申を取りまとめていただきましたが、これは議員からご紹介がありましたけれども、検討委員会が約1年2ヶ月、人委員会に及ぶ会議の中で、熟慮を重ねられた上で取りまとめられたものでありまして、市としましては、最大限尊重しなければならないものと認識しているところでございます。次に2点目の、答申通りの案にしなかったことについてでございますけれども、この度の提案内容は、前回、平成27年12月市議会に提案したものから、2つ変更しております。まず1つ目は、住民投票に要する署名数の要件でございます。検討委員会におかれましては、6分の1以上と10分の1以上に委員の意見が分かれておりましたが、当初の検討案としてなかった8分の1以上も含めと検討した結果、8分の1以上を結論とされたところでございます。市としていたしましても、先ほどご説明申し上げましたように、条例に基づき設置された検討委員会が出された結論を尊重すべき立場にではございますけれども、市議会の意見もいただく中で、8分の1以上ということでは、条例案そのものにご賛同をいただくことが難しいという判断のもと、前回、平成27年12月市議会におきましては、答申と異なる6分の1以上でご提案させていただいたところであります。結果といたしまして、市議会から6分の1以上にすべき、10分の1以上にすべきといったさまざまなご意見をいただきましたが、何よりも答申と異なる内容でご提案をしたことに対する厳しいご意見をいただきましたことを重く受け止め、この度は検討委員会が出された結論である8分の1以上でご提案させていただくという判断をいたしたところでございます。2つ目は、請求要件及び投票資格でございます。検討委員会の答申、前回提案時の条例案のいずれも、定住外国人に請求資格、投票資格を認める内容でございました。しかしながら、前回提案時におきまして、住民投票における有権者と選挙における有権者を同じくすることが良いといったご意見など、反対されるご意見が多数ございまして、市といたしましては、これも出席が全の一致で、否決に至った大きな要因の一つであると考えているところでございます。この度は、常設型の住民投票条例の制度化が規定された自治基本条例が施行されて、10年が経とうとする中、この状況を早期に解消するためには、市議会のご賛同をいただくことができる内容でなければならないと考えてございます。そこで非常に苦しい決断ではございましたが、定住外国人への請求資格、投票資格の付与につきましては、検討委員会が出された結論とは異なる内容で、この度ご提案させていただいたところでございます。最後に、請求資格者および投票資格者から、定住外国人を除くことは、自治基本条例における住民の定義から問題があるのではないかというご指摘でございますけれども、
自治協条例では市民と住民を区別して用いており、住民投票につきましては住民を対象としてございます。この住民とは市内に居住する者を指しており、国籍を限定しているものではございません。しかしながら住民投票を実施するにあたっての発議要件や投票の資格要件などについては別に定める住民投票条例に規定することとなっているため、住民投票条例において請求資格者及び投票資格者から定住外国人を除く形になったとしても自治基本条例の規定に反するものではないと考えてございます。住民投票条例にはご質問のございました住民請求に要する署名数の要件、請求資格及び投票資格のほかにも署名収集の期間や署名簿の押印の要否などの論点があり、さまざまな要因が絡み合う中で、前回平成27年12月市議会においては出席で全員の一致で否決されたものと認識しております。市といたしましては、自治基本条例におきまして別に条例で定めるとされました住民投票条例が制定できないまま10年が経とうとしていることから、なんとかこの機会に解消したいという思いで改めて提案させていただきました。条例ができればそれでよしというものではなく、将来の社会情勢の推移等を踏まえつつ普段の見直しを図っていかなければならないと考えております。市議会におかれましてもさまざまなご意見があろうかと存じますが、ぜひ議員間での活発なご議論をいただきたいと考えております。引き続きまして2項目目の生活保護行政についての1点目、生活保護行政の在り方検討チームについてでございますけれども、本市では今年度生活保護行政に関してケースワーカーによるケース記録の虚偽記載が発覚するとともに、家内に設置しておりました金庫から生活保護費等の金銭が紛失するという事案が発生いたしました。こうしたことから、これら事案の発生原因の分析とその結果を踏まえた具体的な再発防止策等を検討するため、昨年11月6日に弁護士や生活保護行政に精通した学識者など複数の外部有識者を加えた生活保護行政の在り方検討チームを設置いたしたところでございます。またケース記録の虚偽記載に関して事案の解明と再発防止策の検討等を行うため、生活保護受給世帯へのアンケート調査を実施しているところでもございます。なお、アンケート調査の実施に際しましては、客観性や公平性を担保すべく、調査項目や方法につきまして、検討チームからの意見を踏まえながら実施しているところでございます。検討チームにおきましては、これまで3回の会議を開催し、適正な人員体制の確保や、ケースワーク業務や公金の適切な管理等に注力できる環境を整備するといった観点などから、この度の事案に類する不祥事の再発防止につながるよう、業務内容の見直しや組織の在り方などについて意見交換を行っており、今年度末をめどに市長への報告、提言を行う予定でございます。議員お尋ねの生活福祉課の人員体制でございますけれども、ケースワーク業務がより適切に行える体制を整えるため、検討チームにおける議論も踏まえ、来年度から育児休業者などを除いた実働人数で、社会福祉法第16条が定めますケースワーカーの標準世帯数80世帯以下となるよう、福祉職等の職員の配置に努めていく考えでございますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。